ですね、この説明会で、皆様がですね、居眠りや乱暴な言動を野心など保護者の皆様、そして、参加予定者の、皆様お集まりいただきましてありがとうございます。腹ペコ塾とあの ドロリンピックとかですね、ユキンコカップ、あのこんなのもやっております。参加者は32名だったんですね、子どもたちが。フィールドは暑い外ですよね。4泊2日間、歩くわけです。これはまさにですね、限界の挑戦というのは間違いありません。これやっぱり1年間ですね、研修を積んできてです、あの見たことないような研修です。あのすごいすごいですよ。鬼軍曹みたいな人たちもですね、たくさんいますので、本当にあのすごい着陸。学生スタッフ研修生登壇。課長代理、認めあつや。はい、隊列が休憩所に到着しました。みんな休憩所着いたよ。あー、疲れた。頑張ってね、頑張ってくれるよ。お願いします。お疲れ様、ドリンクをどうぞ。ありがとう。またこのように休憩所や宿泊所に着いたら、子どもたちにドリンクを渡し、5日間歩けるよう、また元気を出してもらえるようするのも給水運搬の仕事です。またこの他にも5日間歩く中で主に精神面でのサポートや怪我の処置などをして全員観光に貢献します。以上です。事故のないように、そして参加者全員が無事に100キロ観光できるように、我々学生スタッフは全員で全力でサポートしてまいります。以上で隊列の説明を終わります。